にちは、江藤です。今日はですね、私のお家のクローゼットをご紹介したいと思います。今ここ寝室なんですけれども、すぐそこに、ベッドがあるんですが、こことここの2箇所が、クローゼットになっております。でこの奥がですね、このような洗面台、あとバスと、トイレですね、はい、こういったバスルームが、あります。ベッドから起きてですね、すぐにこういったバスルーム行けたりとか、クローゼット近くにあるので、非常に、スムーズな、動線になっております。今日はですね、ここの2箇所の、クローゼットと、日本からまた持ってきたですね、おすすめのアイテムがちょっとありますので、そちらもご紹介したいと思います。はい、それではクローゼットの中見ていきたいと思います。まずはこちらからですね、ここには T シャツやスウェットなどを、置いております。まずこの9個のマスのある、ラックなんですけども、これはターゲットで購入したものになります。でこのですね、ブルーの、ワイヤーのバスケット、これもですね、ターゲットで購入したもので、この棚と同じシリーズのものになっているので、このようにシンデレラフィットしております。で一番下のですね、この水色のボックスバー、これは、確か IKEA で購入したものになってます。これもなぜかぴったりと合ってますね。で中はですね、はい、これ日本から持ってきた、ハンガーなんですけども、ちょっと余ってしまったので、とりあえず今ここに収納しております。こういった引き出し、タイプではなくて、こういったオープンな棚の、ものですと、ちょっとね、ホコリとか心配だったりもするんですけども、やっぱりですね、普通にこう取り出しやすいですし、綺麗にこう並べておくと、ちょっとね、お店のディスプレイっぽくて、自分は結構好きだったりします。あとやっぱりこう服が探しやすいですよね。はい。下の服とかも取り出しやすいので、引き出しに入れるんではなくて、こういった形でオープンに、ポンと、置いてしまった方が、自分は好きだったりします。で、もう反対側の方ですけども、はい。こちらはですね、上のところに、このハンガーの、ところにこう引っ掛けて使うラックですね。これこれターゲットで購入したものですけども、無印とか、ニトリとかにもこういったものあるので、日本でもよく見かけるタイプのものですけども、ここには、洋服一部入れてたりとか、あとは、タオル、下の方にはシーツとか、バスマットなどを収納しております。すぐそこが、バスルームなので、タオルここにあった方がとても使いやすいですね。でタオルはですね、一応ちょっとしたこだわりで、くるくると丸めてます。この方が、取り出しやすいので、丸めて収納するようにしております。ちなみに、このタオルですね、Amazon で購入したもので、もう1年弱ぐらい使ってるんですけども、これ1枚300円前後なんですよね。なのにすごく厚手で丈夫で、とてもおすすめな、フェイスタオルになっております。はい、ちなみにこのタオルですね、もうちょっと予備としてあった方がいいかなと思ったので、日本からですね、渡米する前にまた新しく購入して持ってきました。これまだ未使用なんですけども、このタオル10枚セットで売られてまして、だいたい1枚300円前後、3000円前後の商品なんですけれども、タオル研究所、という、メイドインジャパンではないんですけれども、すごくクオリティの高いタオルになってます。本当に1枚300円前後のタオルには全然見えないので、とてもおすすめです。多分ニトリとかより全然いいと思います。私はもうこのタオルをいろんな人におすすめしてます。はい、それではもう一つの、クローゼットですね。ちょっと見ていきたいと思います。はい、ここはですね、ちょっと照明があるんですよね。ここに。よいしょ。はい。こういった形で、ちょっとウォークインクローゼットっていうんですかね。少し、はい。
スペースが広めのクローゼットになってます。で、この、扉のところにはですね、これニトリで購入したフックを、ちょっとかけております。1,2,3,4,5,6 箇所かけるところありますね。ここに、まあ、帽子だったりとか、あとこういったサコッシュ、ちっちゃいバッグとか、あと今、またパンダですね、呪術廻戦のパンダさんを飾ったりしております。中がですね、まあ、こんな感じで、この字型ですね、こういった、この字型の、ラックになっております。ここにはですね、これ今パンツ用のハンガー、あとここはシャツ、あとはここは、ちょっと軽めのアウターですねを、置いております。大きいコートとかはですね、またもう一つ、あっちにクローゼットがあるのでそっちの方に収納してます。あまりこう厚手のコート、このサンフランシスコでは使うことはほぼなさそうなので、ちょっと奥の方にしまってしまってます。上の方にですね、スウェットを、綺麗に、これもまたオープンにこう飾るような形で、収納をしております。やっぱりまあこの方が、まあ、ちょっと上の位置ありますけども、まあ、下のも取り出しやすいですし、何かなとこう見つけやすい、まあ、触りやすいので、このように、引き出しには入れずに置いてしまってます。あと帽子ですね、まあ、ちょっと帽子の収納考えたいんですが、今そのままポンと日本から送ってきた状態のままで今ちょっと置いてしまってます。で、帽子よく使うやつはですね、こういった形で先ほどの扉のところに、引っ掛けてるんですけれども、このフックがですね、これ無印良品で購入したネクタイとかスカーフのハンガーだったと思うんですけども、これすごく便利で、ここにも、あるんですけども、まあ、こういった形で、帽子を引っ掛けても、いいですし、こういった感じで、バッグですね、バッグの持ち手に引っ掛けてバッグを収納するのにも、すごくおすすめです。これもっと買ってくればよかったなと思ってます。結構これ今バッグ 1,2,3,4,4 つ掛けてますけども、結構いい感じですね。はい、取り出しやすいですし、持ち手の部分が、まあ、ここ広めなので、こういった持ち手とかこういったバッグのベルトをかけてもですね、こう跡が残りにくい、ちょっとこう負担かけにくいので、ここ広めなのですごくいいなと思ってます。はい、下にはですね、無印の収納ケース、あとこれは IKEA で購入したキャビネットですね。まあ、ここに今パスポートとかお財布とか入れてますけども、こういったものを、クローゼットの中に収納しちゃってます。まあ、文房具とか、マスキングテープとかもここに入れてますね。あとちょっと思い出の品だとか、はい、あとこういった鬼滅の刃のグッズとかもここに収納してしまってます。これ10年以上使ってますね。多分 IKEA ができた時ぐらいかもしれないです。すごい古いです、これ。ずっと使ってます。はい。で、奥の方にはですね、ちょっと大きめのバッグ。よいしょ。はい。この伊勢宮家のバオバオだったり、あとバーバリーの大きめのトートとかを置いてます。で、その他のバッグは、上のとこに置いてますね。まあ、リュックとか、はい、バッグの中にもまたちっちゃい、バッグがたくさん入ってるんですけれども、まあこの一番上とあと一番下のところに、バッグを収納してます。そして今使ってるハンガーなんですけども、この今パンツ用のハンガーはニトリで購入したものですね。この白い部分が全部滑り止めになっていてですね、こうパンツが滑り落ちないようになってます。はい、こんな感じですね。まあ、この方が自然に、
着用した時のシワが取れたりもしますし、まあ、パンツの柄もすぐわかるので、結構小スペースで、かつ見やすく収納できるかなと思います。はい、こちらのシャツ用のハンガーもですね、ニトリで購入したもので日本から持ってきました。ちょっとマワハンガーみたいな形で、このシャツのですね、この肩の部分が、突き出したりしないので、まあ、シャツにこう変な跡がつきにくいデザインになってます。こういった、弧を描いているようなデザインになってます。でこの白い部分全部滑り止めになってまして、あとすごく薄いので、小スペースでたくさん、かけることができます。ただですね、もう全部滑り止めなので、洋服をかけるときですね、すごく滑り止めが、威力が強いので、ちょっと洋服がかけにくくて、かつちょっと外しにくいので、ちょっとですね、ハンガー、他の一般的なハンガーに比べると、つけたり外したりっていうのがちょっと大変かもしれないです。でこのアメリカのクローゼットあるあるかもしれないんですが、日本のこのクローゼットの、ハンガーパイプよりもすんごい細いんですよね。なんか鉛筆ぐらいの細さしかないんですけども、耐久性大丈夫なのかなっていうぐらい細いです。はい。ただこの白い部分がですね、先ほどのハンガー同様全部滑り止めになっているので、今これ、無印で購入した S 字のフックとかですけども、こういった S 字のフックもですね、結構こう滑り止めが、威力を発揮して動きにくいので、まあ、そういった意味では結構使いやすかったりします。これあれですね、サンローランのバッグを、保存袋に入れてこの S 字フックで飾ったりしてますね。はい。まだですね、クローゼットも、完成形ではないので、またちょっとこう、見直していかないといけないと思うんですが、まあ、今ですね、ちょっと、効率が悪いなと思っているのが、今ここに、肌着、インナーのシャツがあってですね、こっちのクローゼットのここにですね、下着が、パンツとか入れているので、こっち開けて、あっち開けないと、ちょっとお風呂に入れないというちょっと問題があります。こういったものは一つにまとめた方がいいと思うんですけども、今これが、すごくぴったりと、これも今、入っているので、今ちょっとここに置いちゃってるんですけれども、ちょっと今使いにくいですね。とりあえず綺麗に収納しようと思ってたくさん入れてしまったんですが、よく見返すとちょっと使いにくいポイントも多々あります。はい。ということで本日はクローゼットの中身の、ご紹介でございました。まあ、洋服はこれからも増えていくと思うので、クローゼットの中で、まあ、綺麗に見栄えよく、収納できるように心がけていきたいと思います。はい。で今回のご紹介した Amazon のフェイスタオルだとか、あとニトリの、ハンガーすごくおすすめですので、まあ、日本にお住まいの方は、まあ、すぐにね、購入できると思いますので、まあ、ぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。